お疲れちゃんです。ラットです。はい、今日はですね 2.9 ロイ使っていきたいと思います。というわけでやっていくんですけど、こちら 2.9 ロイ、2.9 ロイと言ったらボンさんがよく、使ってるかな、言ってる 2.6 ホグのホグがロイチャイのやつ思い浮かべると思うんですけど、それとはね違う形の遅延型ですね。アイスイズが入ってる高回転のトルネアイスイズロイジャイを今日は使っていきたいと思います。で、なんでこれを今日やるかっていうと、今ですね、このデッキでグロゴイがいますね。グロゴイ、グローバルゴイえぐいっすね、マジで。このなんか気持ちネタ感があるじゃないですか、 2.9 ロイって気持ちね、気持ちそうなんですけど、これでグロゴイかつ、あとこの4位の人も、これのマスケとアイスピのどっちかがディガーみたいな、高回転遅延ロイ、もうそれは 2.9 じゃないんですけどそれで言ってるっていうわけで、意外とこの高回転のねロイちゃんが今強いみたいなんで、今日はそれを使っていきたいと思います。で、あれですね、今日朝起きる時にっていうか、もう起きた瞬間ぐらいに富士山に三重四が休骨だってよみたいなことを言われ、えっていう思いましてね、朝からそう、まさかの報告で今日目覚めたんですけど、三重四が復活しちゃいましたね。復活しちゃいますか、これからですね。まず知らない方もいるかもですけど、多分次のアップデでかな、次のアップデで三重四がまさかの今10コスですけど9コスになるなるっていう話を聞きましたね。嫌ですね。いやって言ったらでもあれだな、なんかあれですけど、僕はまあ三種言うて使うか、なんだかんだ使うからあれですけど、いやでも使うか三種が別に好きなわけじゃない、好きじゃないわけないって言ったら嘘になるかもしれないですけど、いない環境ずっとやってきたんで、いない方がいいですねっていういなかったら結構やりやすかったんですよね。なんかエリポーンとか意識しなくて結構済むし、にゃーって感じですねマジで三重士がいるかいないかでマジで世界変わりますね。本当に違いますね。三重士復活するみたいです。復活するみたいなんですけど、復活してもこのデッキは別に強いっていうね、いいことですね。いいことマジで。ここも行く、 OK。 はい、これはスケで囲んでからの ISP。 よいしょ、いやー、もうこれはしゃあなしですね。スケじゃなくて ISP の出すのが遅すぎましたね。じゃあスケか。いやー、11なんで、ロイ出してまたタルババ打ってやって守ればいいかな。多分これゲッツスパーキーきます。来んない、起きた。いやー、これタルババ打つの意味だな。後ろから形組んで、よいしょ、後ろから形組んでやれば結構いいと思うんですけどね。やばい、することがない、手札がすることがない。よいしょ、これ多分 OK。 痛い、 OK。 これスケで OK、 来た、いい。これ血出したんでここで攻めます。で、一応タルババ構えて、で、これ ISP に殴ってもらってスパーキー、あ、全然違った、ごめんなさい。ふぅ、後ろから行きます。なんで、さっき言ったかな、三重士が増えてもこのデッキは全然強いんで、すごいいいかなと思ってますね。じゃあこれコウモリ処理取るね。これでスケに打たしてからこのタルババでスパーキーを処理する。よいしょ、よいしょ、いい。これちょっと5打ってきます。削りかつ、スパーキを溶かすっていう意味で、ガゴモレできたらちょっと辛いですけど、きたOK。 今ガゴモレもスパーキも咲いてるんで、これでロイ出すと入りますね。これも削りですね。で、これスケブが来る、よいしょ、 OK。 でもう一発入る。あ、ババか、ババが優秀。これもう、早い。もうロイが回ってるんで、これ飛ばして、グッドゲーム。よし、回転が鬼早いですね。回転で勝てましたね。
よし、というわけで、いい感じですね。高回転ロイ、まあ、30周増えたらマジで、その、まあ、エリポンがちょっと厄介ですけど、エリポンに5打っても、30周展開されて、そのまま次が頑張ってたもトリノ5を間に合いますんで、まあ、またちょっと5が増えるかなと思いますね。2.6、まあ、ホグとか、テスラクロスとか、まあ、30C 側からすると結構きついんで、まあ、その辺がまた増えるのかな、どうなるんだろう、全然わかんないですけど、マスケ、あの 30C が解放されるときにマスケを情報して 30C を解放したんですよ。なんで普通に今 30C を9個数に戻したらマスケがただただ情報されてるっていうになっちゃうんで、もうただ無双ですね。30室会がただ無双できますね。まあ30だからマスケが加砲来るかな、来ると思うんですけどね。気持ち来そうな香りはしてますけど、これメガゴベビーサイター、エレキランバ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 ータル、うーん、立て戦か。相手はまあロイジャイですね。あの有名なテンプレデッキのロイジャイですね。よいしょ。痛いか。まあまあまあ、まあまあ。ロイ対決だ。ロイ対決。あーはー、これ。これマジで、あの、一つ言いたいのは、ロイジャイライトにマジきついんですよ。マジきついんですよ、これ。ロイジャイライトに勝つの。よいしょ。あの、ライトニング打たれた時に、このアイスイズとマスケが両方飛んじゃって、防衛できないんですよね。後ろから形組まれてもだし、ヤシマイからロイ出されても、もうライトニング打たれてキツキツってなっちゃうんで、意外ときついんですよね。で、僕は相手のオーブンをなかなか突破できないっていうのがあるんで、まあでも頑張るしかないですね。よいしょ。多分これオーブンかな。いや、ユニットで受けてくるの美味しい。あーはー、いや、いいよいいよ。いや、硬い、全くトップできない、マジで。これまあアイスイズでいっか。あの、これワンチャンやばいな。ライト打たれるかな。はい、これ後ろロイでいっか。後ろロイでいって2周目ロイが早いんで、多分右来ても今守れる。左に来る、いや、まあまあまあ、後ろから行って、いや、いい感じ。これちょっとあのユニット処理からいきます。あ、待って、ミスった。え、来たゾーン入ってる。まだいっぱい出すだけタイム、いっぱい出すだけタイムなんだけど、なんか全く削れないっていう。まあなかなか渋いですけど、まあ言うてかな。これ多分オーブン壊しとこう。邪魔ですね、邪魔で。これメガゴ出してもライト打たれるから、いや、メガゴ出すけどそこにライト来る読みのロイ出しますか。これ絶対ライト来るんで、ここでロイ出してどっちか延命ですね。これトレネで下げて、オッケー。まあ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 、やばい、痛い。まあ、こんな感じで、オーブンロイが結構きついんですよね。だからまた立ち回りがあると思うんですけど。で、これ普通にロイ出されてライト打たれたら、やばい。いや、来ないな。丁寧です。よいしょ。まあ、オーブン壊して、まあ、ライト打った。ここを突破したいけどな。突破したいんですけど。いいよ。低めで受けて、低めで受けて、これ残る。OK。来た。いい。よいしょ。よいしょ。これで、オーブン壊すと、ロイがまあ殴るでしょ？いやー、硬い。マジで硬い。一発。うーし！いや、ある。ある。マジである。マジであるけど、いやー、きついのかな。これで、オーブン壊したい。オーブン壊してたら、勝ち。殴れ。あ、さすがにミスか。いや、全然あるんですよ。マジであるんですよ、これ。ほい。ほい。飛来心ができねえ。いや、いい。うおー、勝った。やったね。やば。え、今、ロイが2発。あ、あれか。5プラス、ロイが1発で持ちたんですね。危ねえ。マジで負けたと思ってた。
危ねえっすね、マジで危ない。あ、来ましたね。というわけで、まあラスト勝ちたいな、勝ちたいな。あ、そう、まだ新スタンプ全然持ってないですよね。ペッカも人参のやつもディガーも持ってないですね。やっぱベビドラのまだチャレンジもやってないんで、よろしく、どうしようかな。まあ高回転なんで、まあおー、あれですね、延長入るまで待つ必要もないですし、今後半か。いや、これは美味しい。これは後ろでこうゆっくりさせて、その間に元気度で、ここはなんだろう、大砲じゃ縦線ホグって分かんないな。ロイ出していいかな。まあいいな、縦線咲いてるから意外と多分このメガゴはうっといはず。なるほど。あーはー、出た、インドラランボーグだ。インドラランボーグ夏、多分そうです。多分インドラが入ってますなと。まあ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 ですね。縦線がこうアイゴレランバーのファイボザップかファイボタルか、まあファイボユキか、まあ小物の2コストスペルあと1個とインドラかな。はい、結構前に流行ってたテンプレだと思うんですけど、よいしょ。ホグは僕はこれ美味しいんで、あー、インドラ来ましたね。インドラにファイボ打ったら、いや、トリネサイト後でガゴが怖いんで、一回これ捨てて、オッケー、捨てて、まあゆっくりですね、ゆっくり来ます。まあこれファイボ別に打たれてもいいですね、アイスイズ。打たれたら取ってですね。後ろロイで行こうかな。後ろロイしたら別にランバー合わせられるだけかな。えい、ファイボ咲いてる。これ別に、それにあるんで、オッケー。よいしょ。で、インドラはあのファイブでノックバックできるんで、で、ここアイスイーズ作り出しちゃうと、あのファイブプラスなんかされそうだけど、いや、やんないと突破できないから、まあいいや。よいしょ。おい。これで絶対入るんで、あとはまたアイスイーズプラス、トルネープラスなんかしとけば。よいしょ。よし、これザップ打たれたら、あ、やばい。危ない。このインドラが火力エグいんで、それだけ気をつけたいですね。今、ファイブサイター、後ろからかな。いや、結露でよかったっすね、多分今。ファイブ削りします。2周目回りますね。いっぱい攻めてきても、2周目回します。2周目回して耐えます。あ、これファイブ来る。来てからしっかりニット出してあげると、まあいい感じに守れますね。はい。で、これロイ出したら、インドラ、高め。いや、これ出して、ファイブで、なんか来るんで、OK。よいしょ。いいですね。これトルネ使ったらダメっすね。いや、まあダメっすね。一回我慢で、OK。このアイスピがさて、うまい。これ多分アイスイズにザップつ。痛い。え、待って、なんで俺のがダメージ受けてんの、マジで。どういうこと。はい、これファイブサップで落ちないけど、これインドラクルアイスピー、あ、いや、分かってる。あー、終わったかも。あー、終わったかも。攻めとるにすればよかった。ん、あ、勝った。危なけど勝てた。よし。やりましたね。いやー、なんかまあなんだろう、特にはないですけど、まあこちら、鬼早いですね、回転。鬼が回転早いんで、結構、なんとかなりましたね。っていうやつです。はい。まあ今後、30下も増えると思うんで、マップデーがあとどれぐらいで来るかな。1週間、2週間ぐらい。まあ2週間ぐらい多分来るんで、まあそれまでに慣れておくと、30下増えてからも結構多分、これだけ強いと思うんで、はい、すごいおすすめかなと思います。というわけで、今日こんな感じで、はい、終わりにしたいと思います。よければ、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。